ジャパンライフへようこそ。ようこそ。イエーイ。今日は、旦那さんに聞きたいことがあるんで、ちょっとインタビューします。いいですか？はい、どうぞ。ちょっとドキドキですか？全然。全然。余裕？余裕。やば。何でも大丈夫。何でも大丈夫や。じゃあ最初に、フィリピン人に結婚して。ちょっとお邪魔、お邪魔、お邪魔。フィリピン人に結婚してから、どう思ってますか？ここ。笑ってるで。どんなリアクションやねん。別に。どういうこと別に。普通。普通。それだけですか？うん。短い大丈夫かい？君のクエスチョンです、はい、Are you ready? うん、何その答え。いいよ。奥さんの料理はどうですか？おいしい、うん、おいしい。ほんまですか？うん、心から。うん。奥さんの料理美味しいよ。え、どれが一番気に入ってる料理ですか？奥様の。ああ、トースト。え？トースト。トースト。トースト。でもええんか。あ、三回目のクエスチョン。いかがですか？何が？あ、まだ。まだやな、まだ聞いてないな。奥さんの好きなところは、何ですか？天然なとこかな。天然。天然って、タガログ語はなんて言うん？タガログ語はなんて言うんかな。タガログ語喋れるんですか？うん、ちょっと待って。誰に調べるんや。早く早く。コーディゴや、コーディゴ。コーディゴ。あ、奥さんの好きなとこ。はい。ナチュラル。ナチュラル。ナチュラル。What is natural? ナチュラル。あ、タンガ。それ。天然シラウロ。天然ボボ。面白いとこやな。ガグーガグーガガー。何ですか？どこですか？あ、嫌いなとこ？はい。ちょっと待って。ちょっと待って。何のインタビューやね。嫌いなとこ？嫌いなとこはありますか？別にないよ。ということで、いい旦那さんでした。将来フィリピン帰りたいですか？旦那さんと子供が日本におるから、多分ずっと日本におるかな。将来の夢は何かありますか？それ逆やろ。今日はインタビュー、旦那さんのインタビューです。旦那さんは将来の何をなりたいんですか？いつまでも元気な年寄りで、年寄りになりたいです。はい、終わり。まだやで。まだいっぱいあるの？聞きたいこと。うん、じゃあ、次の赤ちゃんはいつ産みますか？予定ないですか？もう予定ないです。もう終了。疲れたわ。疲れ。終了。もう終了だ。そう、終了。もう終了です。終わりでーす、うん、やったー、終わりー。こんばんは。こんばんは。今日はですね、近くの、夏祭りに来てます。それでは今から行ってみよう。行ってきまーす。行ってきます。行ってきまーす。行ってきまーす、ゆうと。めっちゃ並んでるやん。めっちゃ並んでるやん。やっぱかき氷が並んでるやな。な。全部並んでる。めっちゃ並んでる。お前や、小さいからな。小さいから並ぶやろ。ゆうと。並
大丈夫かな。めっちゃ並んでる。どうする？大変な。大変な。そう、こんな結構いっぱい屋台してますね。あ、めっちゃ並んでるな。これなんか焼き鳥。めっちゃ人いっぱい。もうめっちゃ並んでる。どこ行っても並んでるな。さつまいスティックあれやな。さつまいスティック。うわ。狭いからな。小さいやろ。だから、ね。うわ、こんな狭くて。ここで終わりか。え？ここで終わり。やっぱ屋台だけやな。だからやな。こんな小さいな祭りで人がいっぱいあって暑い。あー、はい、ということで、お餅終わりました。お腹が空いたので、ご飯食べに行ってます。ここは鶏焼きの、鶏肉の鉄板焼きみたいな焼き鳥ではないです、ですね。そうそう、行ってみよう。こんな感じです。あ、今日は私ここです。鳥焼き、はい、行きましょう。はい、また一緒に来ました。ベイビー赤ちゃん、こんばんは。今から夜ご飯食べます。はい。どうですか、なあビビー、食べる？食べる？なあ、何食べるんかな。Hello。 Are you okay?同じやな。バーベキューしましょう。クロメちゃんバーベキューしましょう。またはもししら橋行ける。もししら行けた。こんな感じです。バーベキュー、あー、こんな感じ。美味しそうやん。じゃあ今から夜ご飯食べます。いただきます。こんな感じで味噌味。セリフ飛ばせないわ。どんなですか？おいしい。最高やな。おいしい。みんな食べなさい。あら。皆さんもご飯食べるんかな、夜。ご飯まだやな。もうちょっとしてからご飯食べるな。なりゆとな。